はい、こんにちは、こんばんは、ゲームドガリクです。キララハッタギャじゃない、ビーナスイレブンウィート始めていきましょう。ジーニアスプラスっていうのも得ましたね。怪奇少女、そうはさせない。かわいい。よし、さあ行きましょう。試合、あ、この前にオーナールームの運営のあれを見ないといけない。イベントはビーナスリーグみたいですね。これ何？お知らせですね。お知らせを見る。NFT 選手カードプル。なんかもう最近話題の NFT。Web 3.0。からお知らせはまりたりならん、はい、行きましょう。ヴィーナスリーグ、ヴィーナスリーグ常に結構最初からっていう感じか。熊田美希、範囲が広いな。選ばれてる人が一番なんかそう選ばれる人なんだね。キャプテン変えないといけないかもね。まずは選手権を取るまでは使っていきます。早くもやばい。
100点が欲しい。リーク大得点を奪いました。リークダイレクトだったっけ。前半戦終了です。すごいな、ミッドフィールダー2人がもう疲れている。行きましょう、後半戦開始。後半戦開始です。右から左に攻めます。超すっごいシュート。入りました。2点目です。これ点差つけて勝てばいいってもんじゃないですからね。2対0で勝利です。内容も問われます。ここまで頑張れたのは仲間とスロット。オーナーレベルアップ。オーナーレベル上げときたい。100万突破。あ、よかった。深い。1万2300ポイント。エンドワークも増加です。してみる。つけた今5枚ですね。メンバーが一気に獲得した。ファンタジスタスカウト、これ多分ファンタジスタに行ったの。力を貸してください。ファンタジスタ言いますけど、得られるのは普通の選手です。基本的にはね、そんな変わらない。カヤノの猫耳。あ、使い切っちゃいましょう。子供の底力見せてあげるの。星4はいいな。最低保証星4なのかな、これ。
アイコンに星をがついてたんです。そのようですね。ちゃんちゃんゆい、あ、今あ、また出た。この RPT ってなんだろう。選手名鑑。なるほど、560人いるんだ、選手だけで。これだけあったキャラクターがやっぱり有能ですよね。コラボもあるんだ。そうですね、カノカリがこの前ありましたよね。おお、白セーラーだ。星さんですね、彼女は。レンタルしましょうかな。シナリオがある。はい、いいやん。おい、死後怖い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 、痛こ。アオリ怖い、ね、霊感から。試合やっていきましょう。ヴィーナスリーグ、これで初級ん？あれ？あ、そういうことか。じゃあもういきなりもう中級、いや上級あたりからもうやってもいいと思う。今はレベルでいいや。松か誠をちょっと起用しましょう。やっぱ勝つこと大事だな。どうやってキャプテン変えるんだったっけ。試合開始です。お、早くもシュート。得点を奪いました。ゴールです。もう今後いきなりこのヴィーナスリーグは上位からやっちゃってもいいと思います。いいですね。ナイス。ナイスインターセプト。あ、だが相手に取られてしまう。さすがに上級となると相手も強い。簡単にはいきません。前半戦終了です。ディフェンダーの方が疲労溜まってんな。どこでも守れるわ。これで交代かな。行きましょう。やっぱり
上級になるとディフェンダーの負担が大きくなってくるね。後半戦開始です。ディフェンダーの強化もいりますね。 上位で勝つには。オファーを受けよりナイス。お、リークダイレクト。ゴール。お？入りました。見事勝利です。ここまで頑張れたのは仲間。2点開けてるか。いいですね。順調です。かける5。すごい、200万近く獲得できた。1700ポイント、そんなに獲得できるんだ。ありがとうございます。レンタルポイント報酬。練習試合かける50。宮の泉って何だったっけ？あ、なんかもらえるんだ。いいですね。祈りの言葉。お金も得たし、レンタルポイント、これなんだったっけ。お、ドリームチケットだ。パスレベル2、マフィン、こう、まあ、マカロンか。15以上が出るんじゃなかったっけ。ファンタジスタじゃなくて、この辺も全部買えます。たくさん買ってくれるとゆか嬉しいな。全部買いまし、全部 買っても買ってくれてありがとうお兄ちゃん。ちゅ、あ、なるほど。この部屋みんな服を手に入れるんだ。服は3000なんで非常に大事です。ビジネスイレブンはやっぱり服ですからね。軽だ。軽でどんどん上げていきましょう。軽のレベル、お金が入れます。スピードアップする必要はないです。経験値を獲得できるんだ。いろいろあと一人スタッフの枠が余ってますね。
まおちゃん入れちゃおう。あれ、これどうやって入れるんだ。入った。ここも一人ずつ入れますので、3以下の選手を入れるといいかもしれない。で、あと会社は一つ。河本のり子かな。23とか上がってるんですね、地味に。全然試合出してないですけど、こういうスタッフ陣もいるってことですね。遠征強化レベル5。なんだこれ。そうそう、チームの編成じゃないの、リーダーチェンジは。今彼女がリーダーですけど、このリーダーを変えるには何をすればいいのか。メンバーポジションも変更、試合用衣装はロックされてて開けない。で、もちろんレア順ですね。お、唐沢瑞希っていうのは不思議、シナーで入ってるんですね。じゃあ入れ替えちゃいましょう。リーダーってどこで買えるんだ。まあいいや。やってみるか。一気にレベル上がるけど、水原千鶴は前回やったので、プレイヤー試合に勝った。あと2試合ぐらいはできそうですね。簡単にはいかないですね。おっと、
なんかすごいな、対決が。スキル対決。前半戦終了です。相手強いな。正直食らいついていくしかないです。後半戦開始です。ハイサイドを今度運用してみましょう。お、やばい、パワーオブキュウリ得点を奪いました。破られた、パワーオブキュウリが。すごいな、このスタミナ値、相手の。パワーブキュウリが得点を奪いました。しまう、まあ負けてもポイントはもらえますからね。あ、相手を破ったが、インターセプトを食らう。惜しくも敗れました。惜しくはないか、まあ、相手の方が全然上ですね。ここまで頑張れたのは、あ、経験値も90もらえる。まあ、結局負けても美味しいってことです。だから何もでも調級をやるしかないってことですね。ヘビ翼ハイバーフェア、え、強すぎるな。試合前に、あ、ここで帰るのか。前半戦開始です。まあ多分この超級だと手も足も出ないと思う。あ、勝ったらあれが倍のを選べるのか。あの、本当が何倍かになるものを選べるかな。ただね、それよりは今経験値をレベル上げる方が大事です。レベル低いからな、プレイヤーレベルが。破られるパワーオブキュウリ。
結構遠くから、え、これでも破られるのか。相手強すぎます。はい、翼、あー取られるか。前半戦終了です。今度ちょっと変えないといけない。正直不足なんですよね。キーパーの強化いるかもな。ディフェンスがちょっと弱すぎます。距離もう悲惨な状況です。惜しくも敗れました。しかないということで、ここまあ誰が VVP か分かるかな。じゃあどんどん送っていきます。ヘンド数も枠全然残ってるな、みんな。何しようとしたっけ。そうだ、キュウリを育成しないといけないんだ。ポジション、ポジションが上のものばっかり見てるけど、キュウリはどこだ。キュウリはおっさんほど多いですよね。すぎる。これってプレゼントしないといけない。せめて星5にはあげましょう。その上で特訓です。特訓はもちろん DS 関連
もうミニゲーム一択でしょうね。まだまだいける。特攻開始じゃ。見違えるような選手になったはず。うへーって結構疲れてますが、キーパーとしてはこのぐらいやってもらわないとね。ということでレベル18になりまして、能力も上がりました。今回まあキーパーの弱点が分かったので、キーパーを強化してみました。選手と交換できるんだ。なるほど、好きな選手と交換できるのか。はい、ということで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。ヴィーナスイレブンビビットお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。